プルートはロシア帝国の嫌い不節艦である。艦名はウクライナ西部を流れるプルート側に由来する。プルートは元は義勇艦隊向けの外洋型高速火客船、モスクワであった。姉妹船はロシアで同時に発注されたもう一隻はサンクトペテルブルクであり国名と二大都市の名称にちなんだ船名であった。モスクワは1878年に設立された 企業艦隊のための予算で建造をされた最初の艦船3隻のうちの1隻であった。姉妹船と共に1879年にイギリスのグラス号で浸水したが、一旦は海軍に編入された。ロト戦争の後全ヨーロッパに戦争の危機が迫る中、再びに企艦隊に編入され、トルコ方面からのロシア軍部隊撤退任務に当たった。この時の働きは、 皇帝アレクサンドル三世から賞賛を受けた。1880年から1881年にかけては、両戦のペテルブルク、ブラジボストークとともに、国会沿岸のオデッサから極東に派遣され、緊迫する中国情勢に備えた。この際、ブラジボストークには、船団の到着をもって4月25日、極東海上規船会社の元となる理由、 艦隊極東支部が設立された。この会社は、現代まで続くロシアの大規模海運会社となっている。また、モスクワのたどったオデッサからブラジボストーク、ニコライフスク、サハリンのデュエカンの航路は、ヨーロッパロシアと極東を結ぶ、最初の航路となった。その後、モスクワは、カムチャツカ半島及び、オホーツク海からオデッササンクトペテルブルク間の航路開拓と、 その安全保障任務に携わった。1895年に海上商業者によって購入され、プルートと解消された上で練習戦として用いられた。1909年12月1日からは国会艦隊の機雷不設艦として使用されるようになった。1914年8月にはヨーロッパを中心に第一次世界大戦が勃発した。この年10月28日、 GAV コフ中佐の指揮下にあったプルートは任務を終えてセバストーポリに寄港する途上サール1岬沖にあった。朝5時30分会場には霧が立ち込め視界は極めて悪かった。この時プルートは思いがけず国籍不明の船舶を発見した。プルートは単小島にでセバストーポリ軍港へ不審船発見の第一報を入れた。 港ではこれを寄港するプルートが視界不良のため照射しているものと勘違いし、全く気にも留めなかった。しかし、この不審船こそが国会艦隊の最も恐れたドイツ帝国の土球巡洋戦艦、ゲーベンだったのである。当時、ゲーベンはオスマン帝国に譲渡されており、その名もヤウズスルタンセリムと呼ばれていたが、ロシアではゲーベンの名で知られていた。この時、 プルートも軍港の司令部も巡洋戦艦の接近に気づいていなかった。6時33分、オスマン帝国艦隊とセバストーポリの距離は40、鎖になった。巡洋戦艦はセバストーポリに向けて艦砲射撃を開始した。これに対し警戒に当たっていた沿岸砲部隊と国会艦隊の戦艦ゲオールニー、ポベドノーセツが反撃の砲撃を行った。 巡洋戦艦は、嫌い腹に突入することを恐れ、思うような動きは取れなかった。ヤウズスルタンセリムは、主砲弾47発を含む59発の砲弾を放ったが、その内命中したのは、沿岸砲部隊に落下した2発のみであった。逆に、沿岸砲部隊は360発の砲弾を放ち、ゲイベンに対し3発の命中弾を得た。 ゲオールギー・ポベドの説は霧による視界不良からまともな射撃は行えなかった。視界悪化と食らいの危険性からオスマン帝国艦隊は6時50分にはセバストーポリへの砲撃を諦めた。しかし、この時まだ何も知らされていなかったプルートはまっすぐオスマン帝国艦隊に向けて進路を取っていたのである。プルートに対式命令を出したままであったことに 気づいた、司令部は、すぐさま紹介任務中の、第四駆逐艦隊に、敵艦隊遭遇の危機に瀕した、プルートの救援を命じた。第四駆逐艦隊機関、レーテナントプーシチンに乗艦していた、指揮官 VV トルベツ行為後は、果敢にも指揮下の駆逐艦、ジャールキー、ジブーチーノに席を引き巡洋戦艦に、立ち向かっていった。トルベツ行為大佐は、駆逐艦隊を、 全速力で突撃させたが、ゲーベンの反撃は熾烈であった。レーテナーントプーシチンは 150mm 砲弾の直撃により甚大な被害を受け、水雷戦の結航は不可能となった。やむなく、駆逐艦隊は戦場を離脱した。午前7時前、ヘルソネス、岬沖14海里の地点にあったプルートは、ようやくゲーベンの存在に気づいた。プルートは、すぐさま、 セバストーポリに知らせを送り、時間の1北44度34分統計33度一部、北44.567度統計33.017度、44.56733.017を知らせた。しかし、セバストーポリから返信はなかった。巡洋戦艦は、プルートに対し警告を発した。プルートは、降伏の印に、 すべてのマストに旗を掲げ、岸めがけて構想を始めた。指揮官は、岸近くで安全を確保した上で艦を自沈させるつもりであった。しかし、7時35分、巡洋戦艦は、プルートの右舷に接近し、25鎖の距離から150ミリメートル方で砲撃を開始した。これにより、プルートの艦上では、火災が発生した。 砲撃開始より10分から15分ほどした後、プルートはサール1・岬に達した。巡洋戦艦は駆逐艦サムスンと多所を従えており、沖に止まってしばらくの間砲撃を続けた。8時40分頃、プルートはいよいよ瀕死の状態となった。最終的に、プルートはフィオレント・岬崎沖中帰りの地点で沈没した。乗員の多くは、 救命用具などに捕まって無事であった。しかし、艦長を含む3人の将校、軍医、2人の航海士と69人の水兵は、オスマン帝国の駆逐艦に救出されたために捕虜となった。残る3人の将校と199人の水兵は、バラクラーバより救援に駆けつけた、ロシアの潜水艦スダークに救出された。しかし、以下2人と25人の水兵、 そしてロシア正教会の司祭、アントーニーは、関と運命を共にした。セバストーポリからも、プルートの交戦の様子はよく見えた。しかし、それは、友軍の戦艦、エフスターフィーが新式の方で標的を砲撃しているものと勘違いされた。そして、炎上するプルートは燃え上がる標的と見間違えられた。しばらく後、軍港の水兵たちは、それが、 友軍のプルートであるという知らせを耳にしたが、衝撃を隠せなかった。そして、この日、ロシア帝国は、オスマン帝国に対し戦線布告を行った。プルートの沈没位置については、プルートの出せる最大速度 13.5km で30分間もよりのヘルソネス岬方向へ航行したと考えた場合、おそらくは、北44度37分統計33度12分、 北緯44.617度統計33.200度44.61733.200であろうと推測されている。後世の調査では、この地点にプルートとほぼ同じ大きさの船舶が沈没していることが確認されている。後、艦名はオスマン帝国より捕獲した防護巡洋艦に受け継がれた。AB ドイツ帝国のハンブルクで建造されたとする。 資料もある。しかし、これはドイツで建造された同盟の価格船と混同されたものと考えられる。ありがとうございます。